こんにちは、リアルにゃんこです。今回はにゃんこチャレンジということで、視聴者からのメールなどでいただいたリアルにゃんこへの質問を答えたり、日頃から気になっている疑問や謎の検証や解明をしていくコーナーなのです。はい、それでは早速いってみましょう。はい、ペンネーム大きなお世話さん、こんにちは。リアルにゃんこは猫だから魚を食べ比べて何の魚か当てることができますか？楽勝です。やってみましょう。では行ってみましょう。何今の顔？正解です。じゃあそのさ、待ってる時の顔なんなんすか？ずっと待ってる。正解です。猫だから当たり前です。大きな、これはもうマグロ。あー、やっぱ分かる。もうね、楽勝。正解。ほら、猫はすごいね。検証は全て分かる。おー、できたよ。それ目外せや。続きまして、ペンネームリアルにゃんこ大好きさん、ありがとう。やり、リアルにゃんこは男の人ですか、女の人ですか、家族はいますか？秘密。続きまして、ペンネームパッツァンさん、パッツァン。熱い食べ物が苦手な人は猫舌だと言いますが、リアルにゃんこも猫舌なんですか？試してほしいです。パッツァン余裕。やってみましょう。大根はちょっと割らせてもらってもいいかな、ね、もう行きましょう。夫婦していい？ダメです。はい、行きます。はい、バグッと。あのね、ゆうとくめっさーといから。あ、こんにゃくはね、そんなに。いやいや、これ噛む？こんにゃくはそんなに多分。ガブッと、行こう。行こう、ガブッと行こう。はい、行きます。せーの、で。あ、音違う、これ。なあ、めっちゃ。あ、割れた、ちょうど割れた。割れた。あ、ちょうどいい。はい、いただきます。はい、いただきます。はい、結果はどうですか？結果はですね、やっぱり暑かった。猫舌、危険注意。猫は猫舌注意。はい、パッターン。変なもん送ってこない。はい、では最後の、こういきますよ。頑張ろう。はい、
ペンネームくるくるさん、わさびの塊を食べた後にコーラを飲むと鼻にくるツーンがすぐ消えるらしいのですが、わさびが苦手で怖くて検証できません。リアルにゃんこさん代わりに検証してください。これ私頑張ります。ではやってみましょう。はい、これわさび。何ちょっと怒ってるんですか。いや結構大量にさっき入れられました。こんな系の量とかそんな考えられません。はいはい、こちらコーラ。消えますからね。うん、いきますよ。消えますよ多分。いきますよ。はい、いきますよ。せーの、頑張れ言うて、頑張れ頑張れ頑張れ、もっと頑張れ、頑張れ。消える。今消えた。消えた。え？もう一回やってみます？いや。もうちょっとだけ。もうちょっと一個もう一回チャレンジしてみましょうか。ちょっと。とりあえずこのぐらいでね。うん、一回。このちょっと味わってみてね、本当に。うん。テイスティングしてみて。うん。いきますよ。はい。耐えてる。お？今のなに？どっち？消えた。消える！おお。これね、はい。鼻に来るツーンは。消えます。へえ、はい、よい子の皆さんは真似しないようにね。大人でもやってみましょうね。今回はここまで。まだまだ募集してるんで、メール、お便りお待ちしてます。それではまた、バイバーイ。おでんとわさびには気をつけて。